何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木の葉隠れの内川尾人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川尾人だ。いいから来いこの野郎。なるとなめんなってばよ。俺は負けたのか。先生、詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういう奴だからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ。
オビト。つまんない意地張らないでよ。かもな。俺も。いいから来い、この野郎。そう思う。